歌い出し誰か言っちゃうとダメなのか。言ってよ。ああ、純喜くんほんと顔がいい。日向くんいいよ、合ってる合ってる。ここのね。ゆりえでーす。ほなみでーす。リアクションだけで曲名を当てろ、 JO1 クイズ。イエーイ。なんだってこれから JO1 初心者の私が顔と名前が一致するくらいのレベルなんですけども、 JO1 のミュージックビデオかパフォーマンスビデオを見て、その私のリアクションのみで何の曲か当ててくださいっていうゲームです。嫌な企画ジャムなら当てられるんだよね。そうじゃないかなって。なんかジャムちゃんってすごい愛深いでしょ。すごい細かいとこまで見てるでしょ。そうだよね。音流れない、音流れない、流れません。いや、わかんないじゃん。なんか間違ってリズム取るかもしんないじゃん。やっちゃう。筋肉キスとかやるかもしんないじゃん。わかるんじゃないかな。そう、歌い出しとかね、もう間違って名前言っちゃったら、うん、これはじゃああれだなっていうのはわかるかもしんないね。え、ほんと？そう、歌い出し誰とかでわかる？いや、わかんねえ。わかった。ダメだよ、ダメだよ。ダメだよ、ほんと。楽しい、楽しい。ああ、やばい、超緊張してきた。お願いします。ぜひあのジャムであるゆりえさん含め、あの見てるジャムの皆さんも遊んでみてください。じゃあ行くよ。じゃあ再生まで3、2、1、スタート。あ、怖い。これほんと映像美だと思うの。私すごく好きなの。ほんと綺麗。映像美って言った今。綺麗って言った今。映像美。あ、でもこれそっ か歌い出し誰か言っちゃうとダメなのか。言ってよ歌い出し言ってよ。スカイくんのお膝が本当に、お膝もっと見せてって感じです。スカイくん、あれか、プロ綺麗だよ。本当に綺麗。この世界観とすごい合ってる。プロー。ケイゴくん。ケイゴくん、あ、ちょっと待って。マメちゃん、あ、ここのショウくんのこれ好き。このキラキラ。あ、でここ動いてるんだけど、ここのレンくん、ここのレンくんがね、見切れてる。ここのレンくんが本当にあの大好き。本当みやびでとっても好き。ああ、純喜くん本当顔がいい。純喜くん、レンくんいつもみやびなんだよ。レンくん、純喜くんとサビだな。そう、たくみくんのこのねピンクの髪色好き。ピンク、ピンク。そう、この髪色とても好き。ピンクはヒントじゃない？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、ああいいですね。ケイゴくん、あ、ここでキマタくん出てきましたね。キマタくんいいよ、合ってる合ってる。あ、ここのね、ここのレンくんのここの振り好き。合ってる。レンくんの振り全部好きだよ。え、レン、待って、キマタ。ここいいよね、ここの振り可愛くて好き。あ、ここのね、ここのシオンくんとってもね、とっても好きです。あ、でここ、遅いな、シオン出てくるの。あと、シオンくんと、あとあの、ショセくんが笑い合うのとっても好きです。エモいです。もう分かりましたよ、これ。あ、ここのたくみくんのこの振りも好き。そうだね、私も好き。ここやっぱね、この曲はすごくレンくんのね、あの綺麗さが際立ってすごく好きなんです。ね、で、ここのショウくんのキラキラも好きです。待って、ショウくんのキラキラなんてあったっけ。あの、ショウくんのこのここの絶対領域も好きです。ここの絶対領域。じゃあ全員、あ、ちょっと待って、ここね、ここのね、あのマメちゃんのとこも綺麗だよね。マメちゃん遅くないでる。あ、白岩プロ本当に素敵。本当に、あ、ここ綺麗だよね。これどうやって編集してんだろうって思う。プロ綺麗だから、あれしかない。ほなみちゃんが動こうとしてんだけど、見切れで下が見えねえっていう。こっちから見えんのよ。お洋服ね、あの白ってか白っぽいのから黒に変わるんだよね。これな、黒いのもいいよね。でもこっちの私的にはこの水色っぽいのが好きです。いつ止めても大丈夫。もうきっとジャムの皆さんは気づいたでしょう。はい。いや、もう、はい、というわけで終わりました。お疲れ様です。何の曲かきっと皆さん分かったでしょう。はい、あ、もう絶対当たると思います。答えをどうぞ。せーの、シャイナライト。正解です。イエーイ。分かるよ、これは分かる。
じゃあどこで分かった、ちなみに。スカイの膝。スカイの膝と、次分かったのが、うん、タクミングのピンクの髪、うん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 、あとは水色の衣装、黒の衣装が、うんうん、チャイナライトの醍醐味だよね。ちなみにミュージックビデオね。そう、チャイナライトのミュージックビデオを今見ておりました。あの、私この間シャイナライトのミュージックビデオのリアクションあげたんだけど、うんうんうん、ほぼほぼ同じこと言ってる。サービス問題ですよ。よかった、ありがとう、わかりやすいもん出してくれて。いや、お疲れ様です。でもまあ皆さん多分ジャムだったらわかってると思います、これシャイナライトだってのは、うんうん、今多分ジャムちゃんたちはわかるよ、シャイナライトわかるよってより、いや、よく名前覚えたなっていうのが。ジャムちゃん、でも私はジャムちゃんのジャムだから。そうだね、そうだった。メンバーの名前覚えるよりも一番最初にジャムっていうワード覚えた。ほなみちゃん、ほんとありがとう。いや、せっかく覚えてきたから話してみたかったの。楽しかったです、またやらせてください。さあ、じゃあこんな感じで、うん、終わりますか。終わりますか。チャイナライトってスカイくんの膝の話の時点で分かったよって方はチャンネル登録。いや、その前の時点でおそらくチャイナライト来るだろうな。だってこの間1000万再生したしって、そこでも気づいた方はあのチャンネル登録もいいねも両方やってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、じゃあこんな感じで、またねー。またねー。